陽介です。今日はロコモさんがいないんですけどやっていきたいと思います。あ、最近ですね、買ったんですよ、この BLT。 まずね、タオちゃんが調子になってんですよ、これ。こんな感じ。今日はですね、最近知ったんですけど、あの大好きな広瀬すずちゃんのアプリがあるそうなので紹介したいと思います。確か何でしたかね、すずボイスだったかなという、すずちゃんのなんか声が聞けるみたいなんで。いやらしい。はい、ということで今日は久しぶりにね、陽介さんいないということで、今日も頑張っていきたいと思います。イエーイ。はい、今日はね、皆さんにちょっとご紹介したいアプリっていうのがございましてね、皆さんにちょっとそれをお見せしたいというか、見せていきたいと思います。紹介ですね、ご紹介させていただきたいと思います。早速じゃあ行きましょう。はい、ということで、まあこのアプリを知ったのはね、この間かな、友達からまあ教えていただいたんですけど、それでなんかね、本当かよと思ってネットで調べたら本当にあってびっくりしちゃったんですよ。で、そのアプリがなんと、じゃーん、皆さん大好き広瀬すずちゃんのこれ、すずボイスというアプリでございます。イエーイ。あのね、びっくりしたんですけど、一体何のアプリかなと思って見たんですよ。ここ見てください。右側にね、右側見てください。ここ、ちょっと見えないね。リーブ21の、すーちゃん確かリーブ21の CM 出てて、あ、リーブじゃねえよ。レオパレス21だ。21、紛らしいの？レオパレス21の CM 出てて、それのなんか何コラボなの？なんで急にこんなの出たのかちょっとよくわかんないですけど、そのレオパレス21っていうの、やつのなんかそう、なんかアプリらしいです。で、なんか、アプリの内容っていうのは、すずちゃんが、なんか、喋るのかな？ちょっと僕はよく詳しくない。すずボイスって書いてあって、あれですね。あ、アラームって書いてあるか。あ、目覚まし。もしかしてその時間に設定すると喋るみたいな。最高じゃん。っていうアプリらしいんで、今日はね、ちょっと早速、そのすずボイスっていうのをちょっとやってみたいかなと。はい、まず画面こんな感じになってますね。で、これホーム画面と、このボイスとアラームっていうのが3つあるんですけど、ボイスってやるとこんな感じでいっぱいずらーって出てくるんですよ。見てください。おはようとか、おやすみとか、なんか、ヤッホーとかいろいろ書いてあるんですけど、この右側にね、再生ボタンがあるってことで、これやると喋るんですかね。じゃあちょっと早速、おはようを押してみたいと思います。ちょっと待って。しゃべ。どういうこと？どういうこと？え？しゃべらん。ちょっと待ってくれ。しゃべんな、ほんまに。どうなってんの？ほんまに。どういうことや。すずボイスとか言ってしゃべんなかったら、なんだこのアプリ。はい、すいません、なんか、しゃべらない。しゃべらねえ、すずちゃん、おい。ということで、ちょっとしゃべらないということで、スマホのね、スマホにもあったので、スマホで入れてあるので、ちょっと画面はこちらで、音声はスマホっていうことでね、ちょっとやっていきます。じゃあ、まず早速、おはようってやつをちょっと押してみますよ。いきますよ。おはよう。あ、陽介死んだ。ちょっとお休みも行きましょうか。お休み。おー。やっほー。あー。元気出してね。おー。明日があるさ。ええ。さすがー。あー。かっこいいなー。あ？いつもそばにいるよ。もうやだ。いい部屋住んでるね。はあ。っていうアプリ、すごいね。すずちゃんの声がいつでも聞ける、どこでもいつでも聞けるということで、皆さんでね、アラームというのについてますね。このアラームってのはもう皆さんわかりますよね。目覚ましということで。じゃあちょっと、1分後にセットしましたので、ちょっと起きてみましょう。ちょっと座って。おはよう。うお皆さん学校とか、皆さん学生さんならね、学校行きたくない、特に月曜日とか、まあ夏休み終わっちゃったんですけど、夏休みの初めの日とかって学校に行きたくない現象じゃない、行きたくないですよね、学校に。特に月曜日とか、休みが長く続いた次の日とかね、やっぱり学校行きたくない、
とか明日授業参観だ、やりたい明日授業参観だ、うわ明日音楽のテストだみたいな、今学校のいろんな嫌なことがあります。朝起きれない時、皆さんありますよね、朝起きれないんですけどどうしたらいいですかって、そういう時はね、このすーちゃんの声聞いておきましょう。皆さんもう時代が変わりました、目覚まし時計じゃもうダメです、この世の中目覚まし時計じゃ起きません、すーちゃんの声で起きましょう皆さんっていう、すずちゃんファンならたまらないアプリですよこれは。陽介さん、あなたすずのファンですよね。まあ僕もですけど、ファンとしてどう思いますかこのアプリは。いやー本当にめちゃくちゃ最高。すずボイスドン。それでは最後にすずボイスのアプリの点数いきましょう。とりあえず横浜スパイスバーンピーワーアンドレンテイエーイ。何ポイント？ワンハンドレッド、ワンハンドレッド。ということで、ということで本日も見ていただきましてありがとうございます。まあ次回こそは陽介さんと一緒に動画を撮ろうと思ってますので、この辺で終わりたいと思います。陽介さん最近来なくて寂しいです。カホンも楽しいっすよ、8ビート。皆さんもカホンの練習もたくさんしてやっちゃってください。26分も何撮ってたんだろう。今日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。これからも楽しい動画をアップしたいと いきますのでよろしくお願いします。ぜひこちらからチャンネル登録お願いします。こちらから、ちげえよ、こっちだよ、こっちだよ、痛い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 、ここや、ここや。